自然の風景の中、口づけを交わす男女と、それを見守る子供と動物、そして老人。この作品はルネサンス期イタリアの画家ドッシが1515年頃に描いた人間の3世代。口づけを交わす若い男女を背後の茂みからヤギが見ています。これは家畜を見張るはずの羊飼いが家畜に見張られる逆転の現象です。2人の少年も岩陰から若者たちを興味深げに観察しています。しかし若者も子供もいずれは老いて背後の老人たちのようになります。すなわち本作は仕事を放り出して体を寄せ合い動物や子供に見張られる男女の若気の至りを表す一方、その若さもやがて失われ、老いを迎えることへの注意も促しており、風景を大きく表しつつ道徳的教訓的な内容も豊かに示しています。